もうえ、つよかね、むしろここまであんまり絡みがなかったのが逆に奇跡ないよ。だって同期よ、うん、同期なんぞ、実は同期本当にびっくりされるんだけど。いや、本当にね、そうなんですよね。だから最近ね、うん、絡み増えて嬉しいわらわ。そうなんですよ、めっちゃ嬉しい。ちょっとなんか憧れがあったんだよね、私からすると。絶対わけわからんそれで、ニジペックスでね、一緒になってから、うん、あ、そう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 、でもそで、ね、多分元はトッツじゃない、トッツがちゃんと話したタイミングな気がする。あ、そうだ、そうトッツだ。そうなんだよ、トッツで話して、なんか同期やりてーよからのね、たまたまニジペックス一緒になって、そうそうだ、そこきっかけだ。なんかリツキンと同期なんですけど、なんか印象の変化とかってあったんですか、はい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 、っていうことを私の。あ、何絡んでみてとかってこと。そうそうです、そうです。あ、マジで本当同期なのに絡み全くなく来たので、やっぱ印象の変化ってあったのかなっていうのが、うん、なんか、うん、結構最初の方のリツキンも配信で見てたから。え、なんかね、あ、そうなの、うんうん、なんかどんどん、なんか、もっと昔の方が不思議だった印象あるんじゃね。おう。なんか、やっぱり、あの、地球人じゃない感というか、どことなく、なんかやっぱ違う生命体なんじゃろうなっていうのを感じてたんじゃけど、うんうんうん、なんかね、どんどん地球に馴染んできてるのを最近感じてるんだよね。そうだ、確かに。そう、すごい地球に馴染んできて、でもね、それはワラーにも言えることで、だからちょっとある意味で共感してる、うんうん、ああ、馴染むよなーって。それこそ絡んでない頃じゃと、うん、なんか、アークとかでさ、なんかサンプルをいっぱいさ、うん、実験体をいっぱいさ、採取しててさ、名前怖っと思って。全部サンプルナンバーで。うちの同期怖くないと思いながら、その道を通って行ってたから、リツキは一体どうなってしまったんじゃあれからって思いながら、いやそこから数年越しの突だったからさ。でもね、しっかりこうやって絡むようになってから、うん、リツキめちゃくちゃしっかり者じゃんってなった。いや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 、私、でも、これみこちさんに言えることで、うん、なんか他、ちょっと、他の人に悪いこと言ってるわけじゃないんだけど、うん、この7回目なんですよ、今。はい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 。で、私より早く来た人がみこちさん初めてで、ね。だからね、ぶっ壊れてるんだって、うちの会社は。もう、もういると思って。めっちゃびっくりしたんすよ。しかもさ、こういうちょっとさ、コラボの時ってさ、あの、画面にカメラ映したりだとかさ、事前確認とかでさ、時間かかるから結構30分前とかに集まるとか意外あると思うんだけどさ、今回15分前集合だったの。すごい、結構短い時間で準備できるんじゃなぁと思って。でも、まあ、早くいたもことに越したことないから、と思って。いたら、え、早いねって言われて、え嘘ってめっちゃびっくりして。コラボの時結構私も早めに入るんですけど、前はもっと早かったんですよ。30分前とかにした方がいいのかなみたいな感じだったんですけど。うんうんうん、誰も来んないんで。あ、これ寂しいよね、一人で VC 入ってるのね。切なくなるから。あ、わかるわかる。ちょっと15分前ぐらいにしとかないとな、って言って。すごいしっかりしてるみこつさんですが。いやー、ほんとに、ありがてえ。なんか、こちら、理想の告白シチュエーションを教えてほしい。むずいねー。なんか、みんなから好かれるけど、やっぱ告白ってこんな感じの告白がいいな、みたいな。理想のやつがあるん。やっぱ、わらわって性癖があって、お、性癖、わらわの性癖が童貞なんじゃけど、顔固まった童貞あ、そう、あのね、ドギマギする子が可愛くて。はい。だ、なんか、相当緊張しててほしいんだよね。わかる？ちょっと待って、どもっててもいいってこと？あ、もうどもっててもいい。みたいな。うん、でもいい。なんかもう、うん、言いたいんだろうけど、言えなくて無言になっちゃう空間が30分とかあってもいい。30分
はだいぶやない？全く可愛いなって思える。あー、そういう、そうか、そういう感じ。だからもうね、ドギマギしててほしいから、うん、不器用に告白された方がキュンとするかも。もう母性溢れてるかも。だから、うん、だから逆に言えない中に、言いたいことあるんじゃないのって聞くぐらいの方が、笑わわせるかもしれない。うわぁ、そこ、めちゃくちゃ遠くの壁から見たい、それ。その子。言ってくれるの待ってるんだけどなーって言いながらドギマギしてる様子見てたい。うわぁ、めっちゃいい。なんか、あります？その、ドギマギしてる男の子像みたいな。こういう感じの子がいいな、みたいな。すごい理想に近いなって思ってたのが、うん、アンジュだった。アンジュは、ね、アンジュさん本当に、うん、なんか、うん、わ、本当にいるんだ、童貞って。理想が形になってた？もしかして理想が形になってた、うん、近くとかに座ると、なんか、近くないってかめっちゃ想像できる、アンジュさん。すごい、すごいわかりやすかった。そう。理想像を形にするのであればアンジュなのかなって。想像できちゃった。うん、そうかも。って男の子だったんや。いや、そう、うん、そうだよ。そうだよ、来た。あれあれ配信上での下ネタ、セーフゾーンを教えてほしいです。なんか。何がダメなんだろう。なんか、リツキン結構下ネタって、あんまり得意じゃないっていうか、引き出しないんですよね。下ネタ自体が。いや、ハラはもう全然ないですよー。ん？何を言ってる？わらわも下ネタの引き出しなんてないよー。可愛く言ってもダメだ、ネタは上がってんだよ。くそー。上がってんだよ。じゃあ、はい、教えてください。あー、いや、でも、わらわね、意外と下ネタ話はするけど、うん、セーフゾーンしっかりしてる方だと思うっすよね。わらわ実は、スキベブっていうエロ団体に入ってたんですけど、うん、スキベブの中で、ちょっと分類分けされてて、はい、言える言えないのラインが定められてるんですよ。それがですね、男性器の名称が言えるか言えないかっていう、はい。わらは男性器の名称言えないんです。ほう。どうやって言うの？男性器って言うの？男性器って言う。そうなのか。よくある、うんうん、二回同じ二文字を言う、あれとかも言えなくて。おぉ。こがつく方も言えなくて、ぽがつく方も言えなくて。なるほど。女性器も言えなくて。言えないけど、言ってるのすごいな。かいくぐって。かいくぐってかいくぐって言うな。かいくぐってんだ。あ、でもね、言える単語、言えない単語が分かれてるというか、マジで、うんうんうん、正規が言えないだけど、それ以外全部言えるから。あれ分からなくなってきた。ダメっていうのはあんまないかも、むしろ。何でも基本的に聞かれたら話すし。やっぱ心にスケベを飼ってるからさ、わらは。セーフゾーンか。じゃあ、オールセーフで。オールセーフで。うん、ちょっと興味で聞くんですけど、2時3時で一番スケベだなぁ、みたいな人って、誰か。わぁ、ベクトルによるよね。あ、ベクトルなんだ。そう、精神的スケベなのか、やっぱ本人の溢れ出るスケベさの話なのか。お、うん。そこら辺によって変わってきちゃうよね。なんか詳しい専門家みたいなこと言い始めたぞ。なんか、いや、こちら一応二次三次のスケベ鑑定士やらせていただいておりまして。いや、マジで、うん。ですね、ちょっと、ベクトルについてもちょっと詳しくそこら辺決めていただかないと、誰が一番スケベというのはちょっと決めがたいのかなっていう。ちょっとそこまで来られるとちょっとわかんなかったな。見た目、あ、じゃあ、リツキのスケベ鑑定していきましょうか。スケベ鑑定？私とかは全くスケベながあれないけどな。いやー、やはりね、リツキもね、いや、心のどこかにはスケベは飼っているはずで。
はい、この全人類の中でスキベを持ち合わせていない人間、うん、生き物はない、いないはずなんですね。わらわらんでいくと。まあ、確かに、こちらちょっと、スキベカウンターつけさせていただきます。つけや。はい。そうですね。あ、見てる、あ、見てる。わらわらのお目目で見させていただきます。あ、まあ、確かに、あの、スキベ戦闘力はかなり低めではあるんですが、あ、でも、あ、でも、潜在的なスキベはまあまああるみたいですね。はいはいはい。うん、これは今後開花する可能性が、星1とさせていただこうと思います。星1なんだ。はい。今後開花の可能性はありますよ。今後開花していくかもしれない。はい、おもろ。